皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から行ってまいります。前期型のセリカリフトバッグに当時用意されていたカラーは、カタログによるとホワイトスピリッツやターコイズメタリックなど12色がラインナップ。この中から今回はソウルオリーブをチョイス。調色方法はガイアノーツの暗緑色が8割、ウィノーブラックが2割で調色。この調色したものをガイアノーツの薄め液で 1.5 倍に薄め、エアブラシで吹き付けを行いました。ボディ塗装の工程としては3つの工程で、1工程目は各ラインや角を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目はムラに気をつけながら全体を塗装していきます。次にエアブラシを使った塗り分けです。今回は少し順番を変えて、インテリアはシートなどの部分から塗り分けていきます。シートのファブリック生地部分、内張りの下半分の箇所をラバーブラックで塗装。その後該当箇所をマスキングします。マスキングのしやすさを考えると、この順番での作業の方が楽でした。マスキングを終えたらいつも通りの順番で、まずはブラック系、下回りパーツやシャシー、インテリアパーツや他にもメタリック塗料の下地としてエボブラックを塗装。下回りパーツのシャフト類などはツヤありのブラックを吹き付け、ツヤ消し部分とのコントラストを強調です。次にメタリック系、ブレーキディスクやマフラー、太鼓部分にはフラットアルミ、マフラーパイプ部分はスーパーチタン、こちらもコントラストを意識しました。リアガーニッシュはツヤ消しブラックの指定ですが、グラファイトブラックを塗装です。リアショックのダンパーにはカスタムカーらしくイエローを塗装し、いじってるよアピールです。クリアパーツはクリアオレンジを塗装し、マスキングを経てクリアレッドを塗装しました。続いて筆を使用した塗り分けです。まずはメタリック塗料から。下回りはシャシーからいきますが、ミッションケースにはエナメルのフラットアルミ、次にエナメルのクロームシルバーを使い、クリアパーツの裏面を塗装。この部分はリフレクターパーツがないので、透け防止と発色アップの意味も込めてしっかり塗装です。インテリアではシャフト類やドアノブ、メーターパネルなどのインパネ部分ではデカールが付属していますが、貼り付けに苦戦したので切り替えて塗装仕上げにしました。内張りのメッキモールはフォーアーティストマーカーシルバーが大活躍です。シルバーなどのボルト類にもフォーアーティストマーカー、塗装がしづらいボルト部分は爪楊枝の先端をさらに細く削ったものでシルバーを塗装。プロペラシャフトのクランプ部分にはゴールドを入れました。インテリアではペダルステイ部分はメタリックグレー、そして再度シャシーに戻り、燃料タンクやプロペラシャフト、オイルパン部分に対しツヤありのブラックを塗装。ツヤ消しとのコントラストを強調です。インテリアのリア、ベルト部分はモールドがしっかりしているので、塗装仕上げでセミグロスブラックを入れておきました。次にデカールの貼り付けです。近年の長谷川は本当に素晴らしい。70年代の車のシートによくあるハトメ金具ですが、模型で表現するのが本当に難しいんですよね。アルミパイプをカットして取り付けてみたり、メタル調のフィニッシュシートで仕上げてみたり、何度か試行錯誤したことがありますが、どれも綺麗にできた試しがないプラモの時間。なんとキットにはハトメ金具がデカール化され付属しています。これを使わない手はありません。貼り付け後しっかり水分と空気を取り除けば、リアルな仕上がりになること間違いなし。
せっかく製品化してくれたハトメなのでありがたく使用していきます。ボディのストライプはボディカラーがグリーンなのでホワイトのストライプデカールをチョイス。こちらも筆でしっかり水分と空気を除去しながら貼り付けです。ダッシュボード内ではメーター関連は別パーツになっているクリアパーツにメーターデカールを貼り付けていくだけ。このパーツをダッシュ裏面から取り付けていくので、取り付ける際にデカールがずれないようマークフィットでしっかりクリアパーツにフィットさせていきます。ダッシュボード内のスイッチ類にもデカールが付属します。めちゃくちゃ細かいので大変ですが、しっかり貼り付けるとリアルさが倍増。じっくりマークフィットを使いながら各パーツになじませていきました。メーターや時計はデカール貼り付け後レジンを流し込みブラックライトを照射、メーターケースの再現とデカールの保護をしておきます。次に下回りの組み立てです。手持ちの 3D 製ホイールをカリング道に合わせてみたのですが、そのサイズですと車高の調整は不要と感じたので、説明書通りに組み立てていきます。もし車高の調整が必要な場合はパート3にて収録する予定です。組み立てはシャシーに穴を開ける箇所がいくつかあるのでピンバイスは必須。プラモの時間ではパート1の時点でガシガシ穴を開けていきました。フロントはカチッと組み立てられる印象で、最新のキットらしく何のストレスもなく組み立て完了。次にマフラーを取り付けていきますが、ピンバイスで穴を開けた箇所に取り付けダボを差し込んでいく形です。穴を開ける箇所のガイドが見当たらないので、マフラーパーツを仮で当てがいつつガイドをつけ穴を開けるといいかもしれません。続けてリアパート、仮組み地に組みにくかったので説明書の順番を少し変えてダンパーを取り付けてからスプリングパーツを取り付ける方法で組み立てています。足回りいじってますアピールのイエローダンパーが完成時にどこまでアクセントになるか見ものです。最後にインテリアの組み立てです。まずはフロアカーペットから。フロア部分は塗装もしてありますが、ダイソーのフェルト生地でカーペットを再現です。在庫が鬼のようにありますので、しばらくはフェルト生地一辺倒の予定。サイズを測りハサミでカットしたら、セメダインハイグレード模型用接着剤で貼り付けていきます。センター部分は R がきつく接着剤では貼り付けにくいので両面テープで取り付けを行いました。シフトノブサイドブレーキを取り付けたら、次はシートです。70年代の車のシートベルトらしく仕上げていきます。シートベルトシールをカットしシートに貼り付けたら、 3D で製作した金具とバックルを取り付け、ハトメとの相乗効果でスパルタンな仕上がりになり大満足。その後ハンドルとダッシュボードを取り付けです。台座にシートを内張り、ダッシュボードを取り付けたらシャシーと合体、インテリアの完成です。各部がデカールで再現されていたり、内張りがめちゃくちゃ取り付けやすかったり、ダルマのパーツよりも確実に進化していることが感じられた最新キット。シートのモールドなんかも最高です。このインテリアを見ているだけでご飯が食べられそう。ということで今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。